川の中に石がある、拾ってくる。はい、どうぞ、バラです。今回ですね、物件売却をもう一度詳しく説明していきますね。左が1のキャラで、右が2のキャラですね。これは所持金が0ドルになっていたとしても、準備の1のキャラクターに高級アパート、そして2のキャラクターにまあ安いアパートさえ用意できていれば、オフィスも同じくできていれば、まあ稼ぎ直すことができるというグリッチですね。で、必ずオンラインキャラ2で最初スタートします。これやんないと失敗しますね。出現位置を最後の位置にしておきます。必ずオンラインキャラ2で必ずプレイをしてください。次にスタイル変更で金色くるくるを出すか、もしくは無料のエレジー RH8 を購入して画面の右下に金色のくるくるを出してくださいね。そして消したくないコスチューム、2のキャラクターはコスチュームが全て上書きされますので、消したくないコスチュームは着用しておきましょう。ではグリッチを開始していきます。必ずオンラインキャラ2で最後終わらせないと、これは失敗しますね。ではオンラインを退出します。オンラインを退出したら、鳥のアクターを解除しているセーブデータをロードします。鳥の解除の仕方がわからない人は、説明欄から準備で鳥の解除の仕方をよく確認してくださいね。ではセーブが、全部ロード終わったら、ディレクターモードを開始していきます。タッチパッド長押しで上十字キー1回押して、丸かな、でできますね。で開始したら、ここで鳥のアクターを使っていきます。ディレクターモードの動物の中から鳥のアクターを選びます。この時に鶏とかは使わないでください。空を飛べる鳥なら何でもいいです。鷹でもいいし、鳩でもいいし、他の空を飛べる鳥でも OK ですね。では鳥を選んだら、まずは1回目のワープを必ずやります。この時に真っ暗画面でまたトレーラーに戻っちゃう場合は、それ多分水の上に出現位置になってると思うので、人間に変えてやり直してください。では一度スポーン出現したら、位置を変えてワープします。マップにマーカーをつけて、このアクションメニューから行き先マーカーで丸をするとワープできますね。この軍基地と一番最初に出た線路の上、この2箇所で行ったり来たりして、これから鳥自滅ウェイステッドを出すチャレンジをするのがおすすめですね。では今回ね、失敗例も含めながら説明していきますね。設定から正午とか晴れとかにするといいです。四角で適用できますね。トラックに向かって低空飛行します。左スティックを倒しっぱなしにすると鳥は不安定になるので操作しにくくなります。だから倒したら戻す、倒したら戻すっていう風に真ん中にすぐ戻すような、細かくね、カチカチカチって戻すような感じでやってください。左スティックを倒したら戻す、倒したら戻すって感じで上とか下とか操作していきますね。正面衝突する目標の車に近づいたら、下十字キーを長押し維持します。長押しをしたままにします。そして右スティックをストーリーキャラに合わせて、衝突する寸前で下十字キーを離す。そして警告を 2,3 秒後に丸押します。これでうまくいくと数秒後、またはすんごく遅くても1分以内にウェイステッドが出ます。こうやってトレーラーに戻ったら失敗なので、もう一度鳥のアクターを選択して再チャレンジしますね。今のはもうちょっと、惜しかったかなって感じですね。ではここで出現位置がまたちょっと変わったりしますね。ではここからワープを必ず入れます。今度はね、軍基地じゃないところの線路の方行きますね。ここの、スポットでは、今度は車じゃなくて、線路の、走っている列車に向かって正面衝突していきます。だから一定のスピード、そしてまっすぐ走ってはくるんですけれども、出現するのが、まあ、何秒かに1回ってなってますので、これはね、出現させるためにちょっとね、待ったりしますね。視点をね、変えたりとかすることがいいかなと思います。で、開始したい時にこう飛んで四角を押すと、着陸することができますね。で列車が来るのをここで待ちます。視点をぐるっと変えて来るかなっていうのをちょっとね、待ってみますね。列車のね、ガタンゴトンと音が聞こえたら、さあ飛び立とうっていう感じでやっていきますね。視点をくるくる変えたり、まああまりにも来なかったらね、もう一回道路の方でやった方がいいかもしれないですね。車に向かってね。で列車に向かってこの線路上をまっすぐ飛んで近づいたら、下十字キーを長押し、右スティックストーリーキャラに合わせて、ここでぶつかる寸前で下十字キーを
話します。はい、これラグがちょっとあって前に進んじゃいましたので、これは失敗ですね。失敗をしたらまた、トレーラーでアクターを選択、鳥を選択します。するとさっきの失敗したポイントからまたワープをしますね。行き先マーカーで丸つけて移動します。で、次にまた高速道路で走っている車、トラックとかにね向かっていきますね。この右側のね交差点とかはやめた方がいいですね。車がね不意に止まったりするので、そういう時は失敗します。まっすぐと走り続けてくれる場所、まっすぐ車が走り続けてくれる場所で狙いを定めます。そしてここで狙いを定めたら下十字キーを長押しして、そして右スティックをストーリーキャラに合わせる。ただこれまっすぐじゃなくてトラックに対してずれているので、こういった時にぶつかるポイントが分かりづらいです。だからこれ外れちゃうんですね。これ失敗になっちゃうんですね。まあ、トラックに対して本当に真正面で当たった方がいい。そして低空飛行でナンバープレートとかバンパーのあたりにぶつかるのがベストだと思いますね。ではもう一度チャレンジで、この列車の方に行きます。列車に行って今度は列車が来るのを待ちますね。まあ練習で飛ぶ練習として左スティックをね倒したら真ん中戻す、倒したら真ん中に戻すみたいなことはね結構やった方がいいかなと思いますね。なるべく、電車に対しても列車に対しても低空飛行でギリギリを攻めます。そして下十字キーを長押し、右スティックをストーリーキャラに合わせる。下十字キーを長押ししたままぶつかるギリギリで下十字キーを離します。そして警告を 2,3 秒経ったら丸をしますね。そこで数秒待った時にこのようにウェイステッドが出れば成功です。ウェイステッドが出てから、約ね15秒は必ず待ってください。画面右下に白いクルクルが出る人は8回転を数えてくださいね。時々白いクルクル出ない人いるようなので、ウェイステッドが出てから15秒は待機してください。待機し終わったらタッチパッド長押し1回、上十字キー1回、丸を1回、もう一度丸を1回でディレクターモードを開始します。鳥の自滅、ウェイステッド1回目が成功したので、今度はアクターからオンラインキャラと動物以外を選びます。例えばこの水着の姉さんとかを選んでくださいね。でここでディレクターモード開始して、次にタッチパッド長押しして上十字キー1回押してディレクターモード終了をします。そして次の画面が重要です。ここで病院とかこういった場所に出現します。ここで必ず15秒は絶対に待ってください。これ待機しないと失敗します。ここ重要です。ここ必ず15秒は待機してください。これね変にね10秒とかね詰めたりすると失敗しますので、15秒は必ず待機してください。そこで待機した時に、オプションから操作設定で、操作方法自由照準ってね照準モードをねすると、人が少ないセッションに入りやすくなるので、読み込みがスムーズになりますね。最後の方でスムーズになるのでこれやってください。で次にオンラインのソロセッションに参加をします。参加をしたらここでコントローラーから手を離してください。何も押さないでくださいね。必ずここから注意画面が出るんですけれども、絶対にすぐ丸を押さないでください。ここ、何度も言ってるんだけどすぐ丸をして失敗する人が多いです。未だにいます。だから必ずコントローラーから手を離してください。注意画面が出ても手を離しておきます。15秒待機してから必ず丸を押してください。じゃないとここの次の画面で、成功ならばオフラインストーリーキャラに行くのに、ここ待たないで丸を押すとオンラインに行っちゃって失敗となりますね。では必ずここを守ってくださいというところは守ってくださいね。オンラインキャラ2で最初スタートする、ストーリーのセーブデータをロードする、そしてここの待機の部分をしっかり守る。これで2回目のウェイステッドをチャレンジできるようになります。まずはここまでは成功させましょう。では、ここでディレクターモード2回目のウェイステッド2回目チャレンジになりますね。ディレクターモードをスタートします。そしてウェイステッド2回目チャレンジです。だからここから先失敗したらこのウェイステッド2回目チャレンジというところはやり直してくださいね。失敗したら一番最初からじゃなくて2回目で失敗した時はこの2回目からやり直すことできます。鳥のアクターの
空を飛べるものを選べます。さっきと同じでもいいし違うのでもいいです。やりやすいのを使ってもいいと思います。鳥によってね、操作のね仕方とか動きがちょっと違ったりしますね。で、必ずワープを入れます。必ずワープ入れないとこれは大体失敗しますね。ではね、ここで失敗も含めてまた説明していきますね。よくある失敗から説明していきますね。ではこのままトラックに向かっていきます。向かっていって下十字キー、右スティック、ストーリーキャラ、そして離す。で、警告を丸をします。そうすると、ここでどうなるか。よくあるのは多分ストーリーキャラに戻るってやつですね。ストーリーキャラに戻るっていうのは、ここはもう手前すぎる。もうちょっとギリギリを攻めた方がいいっていうことになりますね。ここでストーリーキャラコアのように出る場合はもっとギリギリを狙ってくださいっていうことですね。ではここからね、また、チャレンジしていきます。またね、失敗例も含めて説明するので、まあ、2倍速ぐらいでね解説していきますね。ここでまたワープを必ず入れます。高速道路とこの列車の部分を行き来してチャレンジするとまあいいかなって感じはしますね。まあ列車の方が入れやすい人は必ず列車で出現したらどっか違う場所に移動してまた戻ってくるみたいにすれば列車を何回もねチャレンジすることはできます。四角を押すとこのように着陸することができますね。あとは列車が来るのを待ちます。そして設定から正午とか快晴にして見やすくした方がいいですね。列車が来たら狙っていきます。低空飛行で下十字キー、右スティック、ストーリーキャラ、そしてぶつかる寸前で下十字キーを離します。で、丸を押しますね。で、今回はどうなるかというと、これもコメント欄に稀にある現象ですね。これはストーリーのキャラクターが透明になっちゃうんですね。でもこれはディレクターモードをもう一度押してもう一度チャレンジしてくださいね。ではそろそろ、失敗例はもういいと思うので、失敗したらねやり直すことができる、そしてどこからねやり直せばいいかっていうのは分かったと思います。では成功例を出していきますね。必ずワープを入れます。そしてこの高速道路かこの列車の位置を使いますね。で、ここで飛び立ちます。必ず車だったらまっすぐ走っている、走り続けているポイントでぶつかるようにしてください。じゃないと成功しないですね。車がね止まっちゃうようなこの右側のね Y 字路とかね T 字路とかっていうのは基本失敗したりしますね。まっすぐ走り続けてくれるところ、前に車が詰まって止まらないところ、大体橋の真ん中あたりがいいかなと思いますね。狙ったら下十字キー長押し、右スティック、ストーリーキャラに合わせる、そしてぶつかる寸前に下重機離す。ディレクターモード終了しますが、警告を 2,3 秒待ったら丸。そしてウェイステートがこのように出れば成功ですね。ウェイステートが出たら1回目のウェイステートと全く同じです。ここで15秒を数える、または画面右下に白いクルクルが出る場合は8回転ぐらい数えますね。それでタッチパッドを長押し1回、上十字キー1回、丸を1回、もう一度丸を1回押します。これちゃんと待機してないとここでアプリケーションエラーとかしたりしますね。ではここでディレクターモードのトレーラーに来たら動物とオンラインキャラクター以外のアクターを選択してください。まあ安全なのはこのね水着のお姉さんがおすすめですね。近くで、コスチュームをちょっとね変えたりしてね、そういうこともできますね。はい、でディレクターモードをタッチパッドから終了させます。ディレクターモードを終了したら次のまた注意ですね。病院とか警察署とかに出現したらここで必ず15秒待機してくださいね。15秒待機してから今度は、操作設定をもう一度確認してほしいですね。自由照準になっていないと読み込みがめちゃくちゃ重くなって失敗したりとかねあるんですね。操作設定を自由照準にして人が少ないセッションに入りやすい状態にします。そしてオンラインのソロセッションを選びます。そうするとここでオンラインキャラの1のキャラクターで出現すれば成功ですね。これが1のキャラバグってる状態ですね。この状態では車を所有していないみたいになってたり整備士で呼べないってなりますけれども、後でちゃんと戻せるのでこの状態では車を買わないようにしてください。で
やることはコスチュームのレシピを保存するだけです。1のキャラクターにコスチューム、モッドコスチュームのレシピを保存すると2のキャラクターにこれから移ります。だから説明欄からレシピなどを参考にしてくださいね。1のキャラクターと2のキャラクターが異性である必要があります。そしてこの1のキャラクターバグ状態でいつまでも遊び続けるのはやめた方がいいですね。車とか購入は、よくわかんないうちはやんない方がいいですね。でキャラクター切り替えを押していきます。そうすると今度は1のキャラクターから2のキャラクターに選択します。そうすることで1のキャラクターの物件の上から4番目5番目6番目の価格と1のキャラクターのコスチュームのデータが、右の2のキャラクターに移ります。これが異性であればバグったモッドコスチュームができます。同じ同性であったらお金はそのまま移されてコスチュームが全く同じものが基本は右に移りますね。ここで無限ロードになる場合は YouTube や Spotify などのアプリを一度開いてもう一度ね GT アプリをね一時中断したらもう一度 GT アプリを開くっていう感じですね。ではキャラ切り替えすると公開セッション行くので有効のパシモード有効にした方がいいかなと思いますね。コスチューム消したくないやつはこの場ですぐ保存します。で所有している物件の4番目5番目6番目の価格が高額になっているかを確認してください。1のキャラクターの所有していた高額の価格が映っていますね。4番目5番目6番目だけですね。ではここに安いアパートを買い与えていってその差額を設けていきます。まあお金が、まずね資金がね最初の準備でなかった人は物件の4番目だけ高額なやつを入れてそれで4番目だけでとりあえず稼ぐでそれを何回もやって稼ぎ続けたら5番目も高額にして次に6番目も高額にしてっていう風に徐々に、設けられる幅をね広げていってもいいかなと思いますね。だから、初心者さんは本当に準備で約100万ぐらいあればまあこの準備は4番目の物件だけでも稼ぐことできます。でさらにオフィスで稼ぐ場合は1のキャラクターで最高級のオフィスを所有していることが条件ですね。オフィス割引期間の以外で購入した状態ですね。で2のキャラクターで一番安いのと一番、2番目にね安い、オフィスを交互にブリッジごとに購入していきます。一番安いオフィスを買った時は差額がプラスになりますね。で2番目の安いやつを買った時はちょっとマイナスしますけれども次に稼ぐためにマイナスが出るだけですね。オフィスのやり方よくわかんない人はまあアパートだけでやった方がいいですね。連続でやる場合にはスタイル変更で画面右下金色くるくるを出すかまた LAGRH8 を買って画面右下に金色のくるくるを出してください。そして、ここで画面右下に金色くるくるを出してオンラインキャラ2で最後終わりましたよっていうセーブをここで、するということですね。これが重要です。これが抜けると連続でできないですね。でオンラインを退出します。あとは動画の最初に戻ります。ここで動画の一番最初に戻って手順を繰り返していきますね。ストーリーのセーブデータをロードする。そしてあとは動画の最初に戻って繰り返すだけですね。消したくないコスチュームは着用しておけば一つは保存できるっていう感じですね。まあこんな感じでキャラクターとアパートまたはねプラスで稼ぎたい場合オフィスさえあれば常に稼ぎ続けることはできます。オフィス割引期間が来ると割増で稼げるようになるから今のうちに割引がない時にオフィスを買っていくことをお勧めしますね。はい、以上です。頑張ってくださいね。